お疲れ様です。速可塾のコブです、えー。今回はですね、AI にこれから生き残る暗号通貨トップ3を聞いてみました。特に今後も買い続けるべき仮想通貨暗号通貨があるとしたらどんなものになるでしょうかってことをはっきりとね、お答えしていただいてますので、そちらの方、記事の方からご覧ください。こういうふうなね、 今ご覧いただいている画面になってますけども、実際にチャット GPT、ジェミニーの方に私が聞いてみました。ご覧ください。チャット GPT が選ぶ永遠に購入し続けるべき3つの暗号通貨です。結論から言いますと、ビットコイン、イーサリアム、体のエイラってことになってますよね。ちょっと読んでみましょうか。チャット GPT が選ぶ永遠に購入し続けるべき3つの暗号通貨ということですよね。 これらの暗号通貨はそれぞれ以下のような理由で選ばれていますと。ビットコインは最初の暗号通貨であり、最も広く普及している。高い安全性と安定性を誇ると。二つ目、イーサリアム。スマートコントラクトと呼ばれるプログラムを実行できるプラットフォーム。分散型アプリケーションの開発に利用されているということですよね。新しい概念が暗号通貨がこの世の中に出てくることによってどんどん出てきますよね。 まあ私たちもこういった新しいテクノロジーについていくのがもうやっとって感じです。そして三つ目。体の枝。科学的なアプローチで開発された持続可能なブロックチェーンプラットフォームということですね。まさに暗号通貨の歴史を見てるようなんですけども、ビットコインがまず最初にあって、二世代型、次世代型として出てきたのがイーサリアム。そして三世代型として出てきたのが体の枝。まさに暗号通貨の中央を貫いているのがこの三つだと思うんですよ。ね。 パート1、パート2、パート3って感じじゃないかなと思います。まあ書いてますけども、これはあくまでもね、参考情報ですからね、えー、投資は最終的には自分の頭の中の AI に聞いてくださいね。まあそういう形になってます。これからも体の枝応援していきたいなと思うのが私の気持ちですね。それではあ,ありがとうございました。